はい、こんにちは、ソレンです。今回は、中村哲さんの文章から、我々僕らがですね、社会とどういうふうに関わっていけばいいかっていうことについて、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。中村哲さんのことを簡単に紹介しますと、アフガニスタンで一昨年銃に撃たれて亡くなったお医者さんです。なんでアフガニスタンにいたかというと、それは貧しい人たちの貧困を解消するため、具体的に言えば、農村を畑を開墾してですね、十分な食料が確保できるような、そういうふうな活動をされていた方です。はい、じゃあ早速ですね、文章を見ていきましょう。これは中村さんが2013年に出された本ですね。はい、なんで中村先生が学生運動をやめたのかというとですね、ここに書かれてあるように、そういうふうな体制打破を叫んだ学生たちね、反体制派の人たちが結局はですね、エリートとしてちゃっかり資本主義の中枢じゃないけどね、そういうとこに入っていったって、そういう実体験があるからなんですね。でこれを読んでて私が思ったのは、人間失格の要造、あの人間失格の中でもですね、要造っていう人が主人公なんですけど、彼がなんていうのかな、社会主義運動に結局入っていくんだけど、その要造自体はね、本当はその社会主義に何の思い入れもないのに、そういう風に入っていって、反体制を叫ぶわけですね。でドストエフスキーの悪霊もそうなんですけど、結局ですね、社会主義に信奉っていうか思い入れなんもない人たちが、自分とは何かじゃないけどね、そのアイデンティティを確立するためにそういうところに入っていって、声を上げると、で結局その後ね、なんかの表示でカラッと変わってね、体制の中に入り込んでいくって現象がね、やっぱどの時代でもあるのかなっていうのをね、この文章を見てて感じます。次に移りましょう。これがね、もう自分が一番心打たれた文章なんですけれども、止めて読んでみてください。この文章に書かれてあるようにですね、結局いろんな思想っていうものが世の中の人々を抑圧してきたわけです。でね、ここで中村先生が述べられているロシアの共産主義なんですけど、これはマルクス・レーニン主義ですよね。で僕が思うのはですね、結局これ半分中村先生には同意するんですけど、半分僕が思うのは、やはり弁証法的唯物論っていうものはですね、刑事上学とかをダメだって言うわけじゃなくて、刑事上学の意義も認めつつ、だけど弁証法の方が、弁証法的唯物論の方が世の中の分析に役立つよっていう意味でね、当初マルクス・エンゲルスは考えていたわけなんですが、それを毛沢東とか、スターリンみたいな人たちが結局共情主義に、弁証法的唯物論の共情主義に変えてしまって、社会を抑圧させたと思うんですね。だから弁証法的唯物論の価値自体はね、やっぱり認めなくちゃいけないんじゃないかなって僕は考えています。ただかといってね、宗教だったり、刑事上学的なものも、全部を認めるわけじゃないけど、ある程度ね、大切にしなくちゃいけないなっていうふうには思いますね。僕らがね、この中村先生の文章から何を学ぶべきかっていうことをね、今回、皆さんにもしよかったらね、コメント欄寄せていただければと思います。社会をどういうふうにいい方向に変えていけばいいのかとか、果たして理論闘争だけで良いのかとかね、いろんな意見をお持ちしております。今日は短いんですが以上です。